はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員、くつだりょうじでございます。圭一様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。草加市支部長、富士見野市支部長、いずれも埼玉県、決定いたしました。内田信之草加支部長とですね、安倍俊文富士見野市支部長です。このうち草加市の選挙はですね、統一地方選じゃなくて10月16日ですから10月9日開始なのかな、ということで、迫ってきております。2ヶ月ちょっとか、忙しくなってまいりましたということで、他地区支部長募集もまだまだ続きます。メール党員さんも大募集であります。でですね、10月9日から内田さんの選挙始まるもんで、NHK スクランブルデモを10月2日に開催しようかなーなんて、考えております。っていうのはですね、実は9月にやりたいなって思って公安に相談してたんですけれども、公安から連絡ありまして、9月半ばから国葬終了ちょっとまで、9月半ばから9月いっぱいは、国葬で都内が厳戒態勢になりますと。デモとか遠慮してほしいんですが、まあ政治活動っていうことかな。デモを開催しようとすると道路の先導してくれたり通行止めしてくれたりと、所轄の署員さん何人も動員されますんで、ちょっと負担だ、遠慮してくんねえかということで、じゃあ9月頭かなーって思ったんですけど、9月頭今の調子いくとまだまだ暑そうで、デモ参加者さんたち倒れられると困っから、まあ10月かなー、したら10月9日から16日は草加の選挙あっから、2日かなー日曜日、みたいなことを考えて、自動で、そんな感じに決まっております。この公安の連絡から分かったことはですね、もうすでに全国の警官がちょびっとずつね、何々県警は何人出せみたいな通達がもうすでに回っててですね、国葬の中止は到底できない、どんなに左翼どもがギャー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 騒いでも国葬はやります、中止にはなりません。現場はすでにそういうことで動いておると、こうなってますね。富士見野市は統一地方選なんですけれども、こちらに立候補してくれた安倍さん、癒し系です。撮る写真ちょっとびっくりした顔してるもんですから、プッて笑ってですね、なかなか選べませんでした。癒し系の安倍さん、お仕事ね、IT 系だっていうから、何やってんのって聞いたらですね、まあ、プログラミングから上流工程です。上流工程って何、どんな感じ書くの、これこれこういうこれあれで、IT 系の人だったら分かって思いますよいうもんですから、まあまあ 上流工程と、チラシに経歴で書いてしまいましたけれども、まだまだ知らないこといっぱいあんな、なんて思っております。でですね、チラシもですね、NHK 集金人の行儀が良くなってきて苦情減ったもんですから、例の下請けやめますと、直接の NHK の職人が回りますということで行儀良くなっちゃってですね、NHK メインで、行くのはやめました。参院選で、評判良かったんで、まあまあうようよした内容、9条廃止、外国人生活保護廃止、スパイ防止法といったうよった内容を盛り込むことにいたしました。地方議会関係ねえべ、思われるかもしれませんけれども、そういえばね、鳥越だの宇都宮だの、東京には原発ないのに反原発とか言って都知事選戦ってたから、まあそういう人だという
ことの紹介でそれもありかなと思って、この戦略で、行くことにいたします。立地区の支部長まだまだ募集しております。メール党員さんも大募集であります。いずれも動画説明欄もっと見るをクリックしていただくと、それぞれのあの募集ページに飛ぶリンク貼ってありますんで、よろしくお願いいたします。大統領副大統領に次ぐとされるナンシー・ペロシ下院議長が台湾に行って台湾国会で演説。中国はですね、行く前に行くな緊張を高めるって言っておりました。米国うっせえな、勝手に緊張すんのお前らだろ。中国空母2隻を出撃。米国空母4隻を出撃。これは通常の待機である。在日米軍基地に F-22 はじめ空中給油機を大集合。ペロシの乗った飛行機に115マイル以上接近した飛行機は容赦なく撃墜する。ペロシ蔡総統と共同記者会見、中国は極めて危険。揺るぎない関与を示すために来た。米国の台湾に対する揺るぎない関与。中国台湾のビスケットの輸入禁止。ペロシがいなくなってから台湾周辺で軍事訓練しよっと。米軍は張り子の虎だ、人民軍を恐れているとか言っちゃいまして、お前がな、意見が多数でありました。石上優、これはかぐや様というですねアニメに出てくる後輩なんですけど、キャンキャン吠えるんだろうな、アホな小型犬みたいにっていうですねセリフがあって覚えてんですけれども、ということが昨夜ありました。 NHK はじめですね民放全局トップニュースだったらしいけれども、テレビの中の連中にはそりゃ気になる案件でしょうけどね。まあ台湾有事は日本も巻き込まれるっつっても、所詮アメリカと中国がバチバチやってて、中国が情けないざまを晒してるってだけで、まあまあそんなに関心はね、米国は台湾を見捨てないという意思表示を中国にするため誰が行くかって話なさなんて、で話してる間に82歳のペロシ下院議長がもう怖いものなど何もないっつって志願した模様であります。こと中国となると民主党のペロシ、ずいぶん左がかってんですけど、もう共和党も、まあ、関係ないんですわね。米国は今中国を一丸となって挑発しまくってる、いうような状態ですかね。まあ、人民軍なんかベトナムに攻め込んでも撃退されて逃げ帰ってくるぐらいの実力のない、それこそね張り子の虎ですんで、米軍といえば百戦錬磨一番戦争してんの米軍じゃん世界で。もう経験値もすげえものがありますよ。レベル99、人民軍は自国の人民を虐殺したことはありますけれども、天安門でね、他と戦ったことは経験ゼロっていうですね、いわば童貞軍ですんでね、そいつらが米軍は張り子の虎とか言っちゃうの腹抱えて笑っちゃいますよね本当に。昨夜ですねとある自民党議員さんから連絡がありまして、世界日報から高額の原稿料を提示されたが統一教会だって知ってたんで断った、教えていただいちゃいました。あとはこの方からですね、他の自民党議員さん、周票選挙のボランティア集め、ボサリとかね事務所に詰めててもらう人とかね、落選中の生活費援助などを統一の世話になった自民党議員、結構有名な人の数名の名前聞いちゃいました。自民党としては関わってなくてもですね、個別に、豊島区の古坊議員のように丸がかえじゃなくても部分的に恩恵を受けて一本釣りされ
絡め取られちゃってる自民党議員が存在すると、確かに存在すると、どれぐらいいるかは分かりませんけれども、その方の話では、まあ、数名ですよ。名前も教えていただいちゃいました。その人らは今じーっと息を殺して嵐が去るのを待ってる最中でしょうね。 NHK があの議員の子女を与野党問わずコネ採用するのと同様にですね、日頃の行いが後ろめたいからいずれ危険になった時に盾にしようという気なのかな。そういえばですね、立憲もですね、森かけ桜みたいにギャオギャオ言わない。ちなみにですね、枝野幸男、安住淳、岡田克也は、世界日報、これはあの、統一教会の雑誌ね、世界日報に原稿を書いて金もらっていることが暴露されております。絡め取るのは自民党議員に限らずだってわかりますよね。こいつら原稿料いくらもらったか知りませんけれども、その方の話では公明と共産以外は狙っていくんですよ、言ってました。共産と公明はですね、そもそもカルトのライバルなんで手出さないんでしょうね、多分ね。他のヤクザの組の組員を勧誘しないように、まあそういう理屈なんだと思いますけれども、山口夏男もですね、統一教会の関わりを明らかにすべきとか言ってたし、高額の原稿料一体いくらぐらいで高額って現役議員が感じんだろうな、10ページぐらい書いてくれたら100万円お支払いします、とか言われたら高額かな、思いますけどね。維新がですね、自分とこの国会議員62名を独自調査、統一教会へのイベント出席であるとか、集会で講演しちゃったり、まあ演説でもいいですけど、するなど関与があった13名の議員の名前を発表しておりました。馬場さん、藤田さん、足立さん、伊藤尾の中司っていうの、この人中寺中寺わかんない、沢田、高橋、吉田、室井、高木、柴田、青島、藤田幹事長も、党としてトラブル団体との距離の取り方を整理したり、言っておりました。自身も関係してたとバラされた党の本人がこんなこと言っております。ネットの反応です。維新汚染されすぎ、統一教会どんだけ政治を支配してんのよ、やばすぎ、野党にまでここまで浸透してるのが心底恐ろしい。まあ公明と共産以外は接近してくるっていうから、あとはあれですか、国民民主とか都民ファーストとかもやられてんだろうな。これはあの市議、県議、国会議員関係なく来るみたいですよ。擁護で必死だったもんな、足立。あ、そうだったの、なんか私さん擁護しとったの。距離を取るだけで許されると思うなよ。縁を切るとは一言も言ってなくて草。カルトそのものの共産党と公明党も潰そうぜ。公明と共産以外の党、ち、余計なことを発表しやがって。維新は公表したぞ、お前らはって言われちゃうね。まああの、この件に関しては公明と共産は潔白なんでしょうけれども、また別なヤクザの組織そのものであるっていう、話もありますけれどもね。統一は一般人にすごい切られてるし、これはダメージですね。維新は詰められる前に白状、これが良かったのか悪かったのかは後ほど結果が出ると思いますけれども、馬場、足立といった有名どころまで関与しているのをバラして草。汚染比率で言ったら自民よりひどいんじゃないの。自民には援助をきっぱり断る議員もいることですしね。昨夜教えてもらった議員さんのことですけどね。泉健太、立憲代表、統一教会からの寄付や物資の受領、選挙活動への支援はいずれも確認されなかったって言ってんですけど、まあ、自社調べなんですけどね。
なるほど、あの全部バックれるごとに決めたようっすね。ネットの話、自民もいるのにゼロはないだろう。立憲が今回おとなしい気がする。まあギャーギャー騒がないってことですか。自民が統一があってギャーギャー騒がない、盛りかけ桜の時みたいには騒いでないっていうか騒げない。鳩山はもらっていたけど、こいつは嘘をついてる味だぜ。なんでそんなすぐバレる嘘をつくのか。流山の新開選挙で統一教会の幹部が立民の推薦で当選してなかったっけ。そんなこともあるんだ。豊島区の古坊さん見てたな。いやいや、あの枝野幸男、安住淳、岡田克也は過去にね、世界日報から原稿料もらってた、いうこと確定してますけどね。本当に調べたのか。だってこいつらはまだ立憲の現役議員ですよ。ないってねえだろ、ないって。心当たりのある人は手を挙げて。先生怒らないから。なんていう調べ方じゃ誰も手なんかあげねえですよね。民主党時代はですね、大量の20代女性無償秘書が送り込まれていたそうであります。民主党に、まあ押しかけ女房じゃないですけれども、まあ無料でいいですから働かしてくださいって言って20代女性が来て、そうがなんつって鼻の下伸ばして、事務所に入り浸されていると、まあ選挙のお手伝いもつって人集めてきてくれて、これは便利だな思ってると、まんまと統一と、野党転落でそいつら全員いなくなったって聞いてます。現金なもんだな。まあこれで統一はね、権力が好きなんだな、権力持ってっとこに行くんだな、いざという時盾にするためにという感じ。調査は自己申告しなさいっていうやり方だったみたいで、誰もゲロしねえ立憲の議員。盛りかけ桜と比べてですね、この件で大騒ぎしないじゃないですか、立憲さんよ。まあね、もうバレてますんでね、枝野、安住、岡田は原稿料もらってるってね、高額の別のヤクザ組織だから統一とは無関係なんだろうなと確実に信じられる公明党の山口代表。公明党はほとんど関係を持たない。まあそうだよな。国民の誤解を招くようなことは控えるべきと批判しておりました。ネットの話、お前んとこもそうだろ、お前んとこも宗教丸がかえ一緒じゃねえ。これは笑う。なんかじわじわくる。そりゃ統一とは関わりないだろうけどさ、公明に統一が入る余地ないだろ。そうかも、大概やろ。これを堂々と言っちゃうあたりマジでサイコパス。宗教戦争勃発、仏壇 vs 壺。宗教団体が健全な政治活動や選挙支援を通じて人道や人権などの価値観を政治に反映していくのは民主主義の望ましい姿とかも言ってたみたいですけど、これダメじゃね？政教分離って何でしたっけ？そんなのおかしくね？宗教団体は政治活動する自由があんだみたいな、それが望ましいなんて言っちゃったみたいですけど、山口夏を、ダメなんじゃないの？宗教団体の政治活動の自由は憲法で保障されてるとか言ってたらしいですけど、何条でこんなこと保障されてんだ。思想信条の自由は確かに保障されてるのは知ってますけれども、そんなのあったっけ。宗教団体は自由に政治活動していって保障してましたっけ。まあ自由にやってんだろうけどさ、無税の宗教団体がね好き放題政治活動することは不公平ですよね。ね、他のね企業例えばとかは税金払った後のお金で支援してんじゃん。例えば議員に献金するであるとか、まあ国会議員ですと、献金すると税金の控除を受けられますけれども、まあ全額じゃないですもんね。不公平なんだよ、不公平。他のとこは税金払いながら例えば自民党であるとかを応援してんのに、無税の団体がそんなね政治活動を応援、議員を応援、
不公平やんね。なんかこの機会に山口しれっと政教分離っていうのをグダグダにしようとしてませんか。嘘ついて、思想信条の自由は保障されてるけど、宗教団体が自由に政治活動をする権利とか自由は保障されてないと思いましたよ、憲法では。日本人はね、あの信長の昔から坊主が政治に口出しすることにアレルギーあんですからね。いずれ比叡山みたいに焼かれないといいですね。まあその前にですね、メイン信者の団塊世代がそろそろ高齢化で、まあ減ってきてるから、その前に滅びっかもしれないですけれども、焼き打ちされる前にね。まあまあ、あの宗教をやってるやつ話になんねえからっつって、信長は信者を全員殺せって命令したらしいですけれども、まあ合理的な考えですよね。使ってる日本語が違う人を説得なんかできねえもんな。仏様がこう言ってっからって言われたらもう何にも言えないですもんね。まああの交渉不可能、説得不可能でもって武器持って立てこもってる、しょうがねえよね、やっつけるしかねえ。その前にあの信長は散々譲歩して、散々ね、あのじゃあこれとこれ飲むから、抵抗しねえでくれ、散々交渉して挙句のことですから、まあしゃあないよね。創価学会もまあね、あの自然に消滅する前に焼き打ちされないといいけどねという話であります。というわけで、支部長さん、メール党員さん大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。